来たー来た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 ー来たー来たぞー来たぞーでい来ました。ソニーって書いてありますけど、これちっちゃいこの小包は一体何なんでしょうかね。ソニーから謎の箱が届きましたとかって言いたいとこなんですけど、俺が注文したから謎の箱じゃねえんだわ。何かは丸分かりなんです。この箱のサイズって私の顔面のサイズにぴったりなんですよね。今日の商品はこちら、プルシカー、ソニーのインゾーンワイヤレスゲーミングイヤホンバッズ。今日はこのイヤホンのファーストインプレッションをちょっと動画でお届けしていこうかなと思います。いや、これね、ひょっとしたらね、私のその音を聞くメインのデバイスになる可能性もあります。私ゲーム実況とかもやるんで、様々な理由から様々なものが必要なんですけれども、これね、結構いろんなものを満たしてるんですよ。あとは音がいいかとか、付け心地はどうかみたいなところも気になるので、その辺も合わせて見ていこうと思います。ちょっとじゃあ開封しようか。出発。さあ、改めてね、ちょっとケースから見ていきましょう。私白買いましたけれども、黒もあります。イヤホン、ワイヤレスイヤホンはですね、アップルの AirPods Pro の付け心地が私一番好きなんですよね。あれが一番好き。あれだったらもうどんな長時間でもつけてられるんですけれども、なかなかあの付け心地に似たようなものはない。ただあれはゲーム向けじゃないのでね。でこちらだったら、まあ、4PC そして PS5 ということで、まあ、ゲームにもバッチリというような形になっております。さあ開けていきましょう。価格はこのようになっておりますね。今開けてる最中にいろんな情報入れちゃえ。よいしょ。はい、開けました。あー、イヤーピースがいくつもついてます。あ、え、やばい、俺買ったかも。俺これつけ心地多分好きなやつに似てる感じ。こう触る感じは似てる。なんか全体的にね、アップル習ってますみたいな梱包になってるの気のせいでしょうか。でーい、こんなもんどうせ捨てるだけだ。はい、来ました。真っ白っていうよりはちょっとグレーがかってますね。開けまして、はい、出てきました。これイヤホン、まあ、左右と、ケースの中にこれも入ってますね、一緒に。これドングルですね。これでパソコンなどと接続してくれると、以上となっております。じゃあつけてみますね。つけ心地はどうか。はい、あ、やばい、ありかもありかもしれない。あ、電池ちょっと入ってんな。あ、タップすることで操作ができそうです。まあ、少し充電されてるみたいなんですけど、マックスではもちろんないと思うので、ちょっとね、充電しつつ、今じゃあこのイヤホンがどんなものなのかっていうのをちょっとね、公式サイトを見て皆さんちょっと確認していきましょう一旦。はい、というわけで、戦い続けるための完全ワイヤレスインゾーンバッズ、白と黒がありまして、あ、白の方が前面にあるね。白押しなんじゃないのね。白押しなんじゃないの。よかったよかった。勝ち続けるためには音質は妥協できない、たとえ完全ワイヤレスでも、ということでね。ワイヤレスでも今音いいの多いですよね。ゲームに最適化した音質、これは WF1000XM5 に採用しているドライバーユニットの同等。これあれですね、ソニーの有名なワイヤレスイヤホンですね。同等っていうのがちょっとね、それと同じではない。そう、ゲームに特化してるから違うんだろうね。で、立体音響技術。立体音響に適したゲームでは、音声信号を2チャンネルに圧縮することなく、ゲーム本来の 7.1 チャンネルサラウンドのまま再現。360度スペシャルサラウンドパーソナライザー。専用アプリとの連携で、個人の耳の形状に合わせて音の聞こえ方を最適化してくれる。あー、これなんかでもありましたね。何であったっけ？なんかでもあったね、これね。目指したのはプレイヤーとの一体感。つけているのを忘れるほどの、まあ、重さはもとよりその耳の穴に対する圧迫感とかさ、そういったところもね、そういったところも重要よ。人間工学に基づくデザイン。イヤホン本体を耳との接着面で支えるエルゴノミックサーフェスデザインを採用。耳の複雑な凸凹に干渉しにくい形状設計により、耳への圧迫感を軽減し、もう言ってること書いてあるわ耳への圧迫感を軽減し、装着快適性と操作性を両立しましたと。シンメトリーな音響構造。ハウジング内部の音響構造を左右対称に設計。これにより左右の音響特性が均一になり、正確な音の定義を再現します。
業界最長ロングバッテリー連続使用を12時間充電ケースによる再充電で最長24時間使用可能、5分充電で1時間使用可能な急速充電機能、 AI を活用した優れたマイク性能、高速 2.4GHz 無線、一般的な Bluetooth に比べておよそ5分の1程度の遅延となっているようです。Bluetooth 新規格 LA オーディオに対応、 Xperia 1V など対応機種とは直接接続できます。これ iPhone には使えないのかなこれ iPhone には使えないのかな、ちょっと後でやってみよう。ノイズキャンセリング機能があります。そして外音取り込み機能、本体側面をタップすることでノイズキャンセリングモードと外音取り込みモードを切り替えできます。これなんですよ、私が非常に欲しかったのはこれなんですよ奥さん。私ゲームやるうちの7割から8割ぐらいはゲーム実況なんですよ。すなわち音を聞きながら喋るんですよね。その時にあんまり耳塞がれるとですね、喋ってる声が聞こえないので、今まではどちらかというと開放型のヘッドセット、もしくはインナーイヤー型のイヤホンを使っていたんですよね。でずーっと思ってたんですよ、アップルの AirPods でゲーム実況使えたら一番いいのにな、外の音取り込んでくれるから喋ってる声も普通に聞こえてくるんですよ。だから喋ってても違和感がないんですよね。でもゲーミングデバイスでそれやってくれてるのってほとんどないんですよ。ヘッドセットだとね、インゾーンの H9 それやってくれてるんですよ。あれマジでありがたいんですよね。だけどヘッドセットなんてちょっと頭疲れちゃうんですよって考えた時にイヤホンでそれが欲しかったんで、今回これが来たんですよ。これマジで私が望んでいた。あとはもう音が良くて付け心地が長時間に耐えられるようであれば、これもう私のメイン機種です。落ち着いてください、まだありますよ。カスタマイズで自分仕様にできます。インゾーンハブをインストールしたパソコンとヘッドセット USB トランシーバーを使って接続すると、音量調整、イコライザー設定、ゲームとチャットの音量バランスの設定、マイクの音量調節などサウンド周りを自分仕様にカスタマイズできます。これもありがたいですね。私インゾーン使ってるんで普通にこれインストール済みなんで。そしてパーフェクト4プレイステーション5、プレイステーション5との接続時にゲーム画面上に音量、バッテリー残量、マイクミュートなどステータスを表示、また本体操作でゲーム音量とボイスチャットの音量バランスも調節可能、立体音響システムテンペスト 3D オーディオテックにも対応。ただし PS5 との接続時は立体音響バーチャライザーや個人最適化機能は使用できませんとのことです。まあ、パソコンで使えば使えるいい機能と PS5 で使えば PS5 のいい機能が使えるっていうことで、これは隙のないイヤホンになるかもしれない。最終確認はあなた自身の耳で体験してください。わかりました。じゃあ今から体験したいと思います。あのノイズキャンセリング機能はね、結構静かですね。パソコンのふわーんっていう音が全然聞こえてきません。ね、長押しするとね、マイクのオンオフなんですけど、マイクオフ、マイクオンってね、しっかり教えてくれる。なんかゲームでも起動してみるか。いや、そりゃあさ、みーちゃんが餌ねだりに来ても気づくよね。餌の時間だな。ね、餌の時間だ。ちょっと餌行こっか。じゃあ朝行こうかね。音に関してはちょっといくつかのゲームいろいろやってみて、判断してみたいなと思いますので、もうね、いい点悪い点ちょっといろいろ気づき始めてるんですよ。はい、ということでインゾーンのバッツ丸1日使ってみました。ゲームはもちろんなんですけれども、音楽を聴いたり、あとは動画の編集なんかでも使ってみました。まあワイヤレスイヤホンなんで本当に生活にこう寄り添ってくれるというか、どんなシーンでも使えるっていう強みを早速感じてはいます。どうしよう、これこうやって持ったまま話すの違和感あるから、せっかくだからまあ耳につけたまま話をしようかなと。はい、外音取り込みがあるのでつけながらでも喋れるっていうのは私としては非常に嬉しい内容ではあります。感想をお話しする順番として、まず音質のお話をします。その後装着感のお話、そして使用感、使い勝手がいいか悪いかとか、そういうお話をしたいと思います。そして最後に私が遭遇したトラブル、ちょっとねトラブルに今見舞われておりまして、まあ、その辺もちょっとね、お話をしていこうかなと思います。ではまず音質なんですが、音はかなりいいです。ぶっちゃけ。インゾーンの H9 に
ちょっと近い感じかなという気がします。音がクリアです、繊細です。で、特に中音域、高音域が特に綺麗でして、ゲームやってるとキャラクターボイスすげーくっきり聞こえますし、環境音、簡単に言うと足音、めちゃくちゃくっきり聞こえます。転移感に関してはどこから音が鳴ってくるのかっていうのは十分感じます。すごいのはね、右斜め後ろから音鳴ってるだろうなっていうのぐらいまでは感じられますね。いや、右から鳴ってるか右斜め後ろから鳴ってるかって結構なかなかわかんないんですよ。で、ゲームやってる上で右に何もないのに右から音が聞こえるから、おそらく右後ろからだろうなって判断したりするんですけれども、そういう視覚的判断をしなくても多分右後ろだろうなって感じることが多々あったので、おそらく定位感的にも結構優れてるんだと思います。ただしですね、いい点も悪い点もありまして、中音域や高音域が優れてるということは低音域が弱いです。ちょっと低音域が弱いとどんなことが起きるかというと、音に迫力がちょっといまいち欠けるんですよね。なのでシネマティックなシーンとかストーリー重視のゲームとかで BGM ドーンって迫力ある感じで来てほしいときにちょっと物足りないとかにはおそらくなると思います。露骨な弱点というよりは好き嫌いの問題かなっていう範囲だとは思います。じゃあ低音が強い他のイヤホンの方がいいかって言われると、私が唯一持ってるゲーミングワイヤレスイヤホンってこれなんですよ。EPOS っていうところのやつなんですけど、これの方が低音は強いんですが、どっちが好きかって言われたら私はこっちの方が好きです。中音域高音域すごく繊細に聞こえるので、総合的に見ると音がいいのはこっちだなって感じてしまいました。なので視聴してみるといいかもしれません。日頃から低音にブーストがかかってるような音響で聞いてる人は最初聞くとちょっと音が軽く感じてしまうかもしれませんけれども、割と長時間聞いてみた方がいいかもしれません。徐々に慣れていった時にこの音の繊細さっていうところに気づいていって、その時初めて進化が問われるんじゃないかなという気がします。ちなみにイコライザーでいろいろ調節できるんですけれども、私はミュージックビデオが一番好きかな。でも高音これだと弱すぎるので最終的にカスタムでこうなってます。で、ノイズキャンセリング機能なんですけれども、どれくらいの強さかというと、今パソコンが私ゲームとかやると結構フォーンってうるさいんですよ。このぐらいの音が出ます。まあ、動画越しだとちょっと実際の音とは違う感じで伝わっちゃうとは思うんですけど、まあ、そういう風に聞こえてくるパソコンの起動音が聞こえなくなります。ありがたいですみたいな音は聞こえてきます。キーボードのカチャカチャ音もある程度聞こえてきます。まあ、エアコンとか暖房とかパソコンのフォーンっていう音をちゃんと消してくれて、で音が鳴ってるわけですから、ゲームの音がね、それでいいと思います。あとマイクの音声ちょっと聞いてみましょうか。マイクの音声こんな感じになってます。マイクの音声はこんな感じになっております。音質の確認をお願いします。子供が泣いてるので入ってるかな音声。ちょっとねリビングで子供がすごい泣いてまして、音入ってくるかな入ってこないかな、まあ、その辺もねちょっと入ってるなら周りの雑音拾っちゃうし、入ってないならすごくねってなるかもしれませんし、まあ、そもそもこういうデバイスのマイクの音ってあまり良くないでしょ、思っててね。そんなに期待するものでもないと思いますけど、どうなってます？こういうデバイスのマイクってこもって聞こえることが多いんですけど、不思議ですね。こもってはいません。ただいい音質かって言われるとそういうわけでもないですけど、でもこれは結構ありな気がします。多分ね相手には聞こえやすいと思いますよ、ゲームのボイスチャットの音量としては。では続きまして付け心地なんですけれども、まあ軽いです。ただイヤホンなんてどれも軽いので、他のイヤホンに比べて軽いかどうかとかっていうのは特に感じません。でね、ゲームやってて2時間か3時間ぐらいつけっぱなしにしてたんですよ、ゲーム実況の撮影なんかも含めて。となるとさすがに耳の穴が疲れました。取りたくなりましたね、まあ、っていうところに関しては、でも正直多分これひょっとしたら慣れるなとは感じてます。わかるかな、なんかさ顔を動かしたらさ耳ちょっとずれたりすることありませんか？特にありません、大丈夫っぽいです。つけ心地としては私個人的には全然問題ないっていうこと以上に伝えられることって何かありますかね。つけ心地で気になる点がありましたらコメントいただければ回答させていただこうかな。
続きまして使い勝手という点なんですが、使い勝手はちょっと悪いかなと個人的には思っております。これこの後お話しする今直面している問題点、私に起きている問題点っていうのとちょっとこう絡んでくるところはあるんですけれどもね、ケースに入れたりケースから出したりとか、別にそういったところの使いやすさ使いにくさって特にないんですよ。特に問題はないんですが、皆さんイヤホンの位置を修正するときどうやって修正しますか？こうやって修正しますよね。こうやってここスイッチになってるんですよ。でタップするとノイズキャンセリング機能がオンになったりオフになったりしちゃうんですよ。直すたびにノイズキャンセリングがずれちゃうのでだるいです。なのでイヤホンの位置ちょっと直したいとき、こうやってつまんで直さなきゃいけないんですよね。あ、また反応しちゃったね。意識しててもちょっと反応しちゃう時があるのでだるいです。ただし手がないわけではないんですよ。インゾーンハブで本体設定、タッチセンサーの機能の設定ができます。一回タッチしただけだと特に何も動かないようにしておくことができますので、2回タップするとノイズキャンセリング機能が切り替わったり、まあ、音量を上げたりとか、そこを調整することでそれは回避することができます。ノイズキャンセリング機能とかを切り替えるその反応速度は正直速くはないですね。ちょっと遅いです。でノイズキャンセリング機能に関しては聞いてるか聞いてないかとかって音で聞き分けるしかないんですよ。デローン、テロレン、ポンの 3つが用意されていて、どれがどれかは分かりません。どれがノイズキャンセリング効いてる状態なのか分かんないよって思っちゃいます。基本的に接続は最初にご覧いただいたドングルを使って、接続するんですけれども、 Bluetooth 機能もついてて Bluetooth でスマートフォンに接続することもできるんですが、 iPhone には接続できません。これクソ不便だと思いませんかね。最悪ですよ。スマホにも使わせてよ。 USB-C のドングルなんで、一番新しい iPhone って USB-C じゃないですか。それをドングルを使えば使えるかもしれませんが、誰がそんな使い方するんですかねっていう話だと思うので、そこは正直最悪だと思います。ゲーム専用で買うって割り切って買う必要がありますね。あとはエクスペリア持ってる人だったらこれ最適かもね。Bluetooth の新規格 LE オーディオに対応してるので、その辺は持ってるデバイスとの親和性っていう点ではぐんと利便性が上がる人もいるかもしれませんね。まあ私は iPhone 派だったので。あとは非常に欠かせない点として、12時間のロングバッテリーはめちゃくちゃ強いと思います。新作のゲームが出て半日ゲーム遊び倒すなんてこと結構あると思うんですけれども、それが可能ですからね。まあなんていうところで使い勝手のいいところと悪いところ、まあそれぞれちょっとごちゃ混ぜになってるかなと思うんですけれども、今ちょっと私が直面している問題のお話をしたいと思います。これ全員がこの問題に直面するわけではないかもしれません。 X で検索しても私と同じような症状が出てる人っていなさそうなんですよね。俺だけかな。多分ひょっとしたらハズレの製品を引いてしまった、まあ初期不良みたいなものを引いてしまったかもしれないんですけど、使用しているとちょいちょい接続が切れます。片方だけ、左だけ切れたり右だけ切れたりっていうことがちょいちょいあります。 USB-C をしっかりとパソコンに挿して、使い方も説明書の通りしっかりやった上でやってるのにもかかわらず接続切れるんですよ。なんかどれぐらいの頻度で切れるかというと1時間に1回ぐらいの頻度です。致命的ですよね。多分ペアリングがうまくいってないのかなと思ってペアリングをやり直したんですよ。それでも起きてます。多分ペアリングがうまくいってないだと思うんですよね。この状態から開けて接続するじゃないですか。接続というか耳につけるじゃないですか。でこの状態でこれまだ今接続されてないんですよ。まだ接続されてないんですよ。右だけ接続されました。左まだ接続されてないんですよ。すごい遅いんですよね、接続まで。ペアリング多分うまくいってないっていう状況が今私使用してて巻き起こってるんです。なんでだろう、なんで。でなんかね、ライブ配信の時にもこの話ちょっとしたんですよ。
あの先日ゲームのライブ配信やってて、なんか接続切れるんだよねって。2.4GHz 帯でなんかいろんなもの混線してるんじゃないのなんていうね意見もあって、あそういうのあるのかなと思ったんですけど、いやいやゲーミングデバイスって今ワイヤレスたくさんあるからそんなこと怒られちゃ困るんですよ。でそれに他のワイヤレスイヤホンでそんなことまずなかったので、これなんかちょっと初期不良なのかあるいは何なのかちょっとまだ分かりませんけれども、ちょっとソニーに問い合わせてみようかなと思っております。それさえなければゲーム実況も含めて、これもうレギュラーイヤホンです。レギュラーイヤホン。スタメンです、スタメン。インゾーンハブでできる、設定としましては、サウンド面に関しては、まあ、イコライザーの設定ができますよというところと、まあ、もちろん自分でカスタムすることもできますし、ダイナミックレンジコントロールをオフ、低、高の3つから選ぶことができます。そして、ノイズキャンセリング機能に関しましては、外音取り込みレベルを調節することもできるようになっておりますね。あとはボイスフォーカスオンとオフもありますね。そして立体音響のオンオフも可能です。音楽の時はオフにするぐらいでいいかなと思いますけれども、そして個人の最適化設定なんかも可能となっておりますので、まあこれはぜひやっておくといいと思います。マイクにおける調整なども可能となっております。そして本体設定としまして、ちょっと先ほど軽く触れましたけれども、タッチセンサーのカスタムが可能になっております。最適なイヤーピース判定っていうのもやってくれます。音が漏れてるかどうかをおそらく判定してるんだと思います。あとはバッテリー残量なんかが視覚的に分かるようになっております。 H9 の時から使えたんですけれども、アプリ連動設定っていうのが用意されております。アプリを起動するごとに自動的にですねサウンドの設定が切り替わってくれるっていうものですね。さあという感じでございまして、ちょっと問題には直面しておりますけれども、この問題が解決すれば正直ですねスタメンですね、このデバイスは。ただし、まあ、ずっと使い続けるっていうよりは、ちょっとやっぱり、その長時間使うと耳が疲れてきますので、まあ、別のデバイスとかと使い分けていくっていう感じになると思います。いい点と、露骨にちょっと弱点だなって思えるような分、まあ、スマホで使いにくかったりとかっていう点もあったりするので、自分が一体何に使いたいのかっていうのをよく見定めた上で選ぶといいのかなっていうふうに私は感じておりますが、まあ、でも、それ以前の問題だな、俺。すごい使いやすいんだけどな。接続さえ切れなければな、ちくしょう。なん、くそ、ハズレ引いた。俺、こういう家電製品でハズレ引くことめったにないのに。ということで、ソニーインゾーンバッツのファーストインプレッションでした。多分、今後、長期間使い続けても、そんなに意見は変わらないとは思います。というわけで、今日の動画はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。